デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、足立優斗です。今日はですね、音楽に魅了された瞬間を僕答えてると思いますよ。音楽に魅了された瞬間は、僕昔嵐のライブに行ったんですけども、そのコンサートでたくさんね、音楽だけではなくて、まあ照明、そしていろんな演出、トロッコが走ったりとか、すごいレーザーが出たりとか、なんかいろんな特効がバーンになった時に、なんか音楽もサーカスなんだなって思った瞬間があって、僕もなんかこういうエンタメをね、作りたいと思って音楽をすることになりました。はい、ぜひね、皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いします。僕からじゃあ次のトークテーマをいきたいと思います。次のトークテーマはですね、あれ答えてほしいですね。この歌を歌うきっかけになったのは何ですか。はい、歌を歌うきっかけですね。はい、ぜひ答えていただけたら嬉しいです。僕はですね、足立優斗サードアルバムが2020年12月に、ね、発売します。ぜひ皆さんチェックをよろしくお願いします。そして12月26日ゼップ名古屋、そして12月27日ゼップ大阪ベイサイド、そして1月10日来年の1月10日がゼップ東京でライブが開催されますんで、ぜひ生配信もやってます。ぜひ会場にもいらしてください。ここまでのお相手は声優俳優アーティスト茨城大使の足立優斗がお送りしました。バイバーイ。デュオ最高。